どうも、いとしん TV、伊藤慎吾です。イェイイェイ。本日は、将棋ウォーズにチャレンジしていきたいと思います。その前に、棋神クイズにチャレンジしていきたいと思います。前回ちょっとね、ミスってしまいましたんで、今回そのリベンジということで、はい、第13問にチャレンジしていきたいと思います。なんか毎回難しいな、やっぱり棋神クイズ。3九飛車は6八飛車。どっちなのこれ。どっちも有力に見えるんだよな。第1巻6八ですかね。いや、ヒントをください。3九もね、捨てがたいけど、1八馬があるのか。なるほどね。3九飛車だと1八馬、あ、香車を取ってね。香車を取った後に、もう一回4五馬とね、銀取りになってるんですよ。もうそれが痛いってことかな。これはもう6八飛車ですね。もうサクッといきましょう。いや、さすが優勢877。おー、これね、あの馬で桂馬取れるんですよ、2九馬と。ただ桂馬を取ると3三歩成となった手が、歩がと金になれるんですね。それがものすごい大きいってことですね。歩がなっていって、まあ5二銀と引いて、次の手がちょっと難しいけど、まあ、ただ、時になれば、その後活用できるってことですね。ちょっとやってみましょう。これで、取って、あ、そう、時を作られるの嫌ってことですね、それだけ。で、桂馬取って。あ、角なるんだ。銀で桂馬取れましたけどね、今。で、馬を引いて、馬寄ってか。うん、飛車取りですね、これは。2一の飛車取りになっています。で、4一飛車と回って、4二銀打ちなんだ。4二銀どうすんだ。はいはい。で、7一飛車で5三銀成みたいな感じかな。今打った銀を左側になり返っていって、左下になってね、6三の金と交換していくっていう感じかな。確かにこの展開は駒得ですしね、銀と穴馬はできてるので、まあ大優勢と言っても過言ではないのだって感じですね。はい。で、多分実際の3九飛車引いちゃったのか。これだと416。まあこれでも優勢は優勢なんだけど、はい。銀の取り合いになって、まあ、1八馬から4五馬の使われ方がね、かなり尺ですよね。4五馬って結構中央に近いんで、角とか馬ってね、あの中央に近い方が、5五に近い方がね、働きが良いんですよ。1九とかにいるよりもね。はい。で、銀打ちか。これ嫌な手ですね、銀打ちは。やりたくないです。で、ついて、同歩か。で、5六。確かに活用されてますね。これ多分5三頭とかね、5三銀成とかね。まあ5三から攻めていくんですけど、ちょっと攻めが重たくなっちゃってる感じ受けますね。で、あとこちらの3九飛車と角、7七の角は、両方とも、なんかね、まだ竜にも馬にもなってないですし、ちょっと働き乏しいんですよね。ちょっと抑え込まれちゃってるし。だから、あの、こちらの6八飛車の方はね、良かったってことですね。確かに納得しました。はい。いや、今日はね、すっきりした問題で良かったですね。さあ、マイページポチと。今日は10秒将棋にチャレンジしていきたいと思います。最高27連勝もしたんだ。マジか。27連勝も無理かな。設定は、香川真央さんのボイスでいきましょうかね。対戦しないお任せということで。今回10秒将棋通常対局開始でいきたいと思います。よろしくお願いします。今回のテーマは角交換でいきたいと思います。角交換できるかな。余計なこと言わない方がいいんだよな。あ、来ました。よろしくお願いします。対局開始。1、2、3、4。さあどうしよう。5、6、7、8。何で行こうかな。4、5、6、7、8。角換わりで行きましょうか。なるかな、角換わりに。1、2。自分で角交換と言ってしまいましたんでね。3四歩突いた場合だけ角交換ならないんだよな。3、しょうがないですね、これは。これ横歩取りですね。6、7、8。しょうがない。8五歩ついてくるか。1、
2345、2往復とついていくと、いとしん TV では珍しいね、予告取りの将棋になりそうですね。2345、ただ予告を取らない方がいいかな。1、2、横歩を取らないでいくか。4、5、6、7、8、5、8、玉と立っていく。実は結構これ好きなんですよね、自分は。1、2、3、飛車引いてきたか。5、6、7、8、9、ちょっとリスキーだったかな。え、跳ねか。なるほど。3、4、5、さあ6、飛車を引いていく。相手の方はひねり飛車という指し方を目指しているかもしれませんね。1、2、3、4、5、6、7、これは難しい局面だ。9、いや微妙だったかな。3五歩から1、2、ひねり飛車を目指してきていますね。4、5、6、いとしん TV 初のひねり飛車ではないかな、これ。2四飛車と回るとひねり飛車という作戦ですね。1、2、3、今ね、8筋受けてないんですよ。8七歩と受けてないんですよ。これはね、8六歩と垂らされた、相手からね、8六歩と垂らされたときに、6六角と上がる狙いがありますね。8筋の折衝がどうなるかですね。早く2四飛車と回ってほしいんだけど、なかなか回ってくれない。1、2、3、3八金のバランス型でいこうかな。5、6、7、せめて4八にするか。9、いや緊張感ありますねこれ。3、4、5、6、7、8、早めに3六作るんだったな。まあいいや。3四飛車と回ってくるか、同歩と取るか。同歩でしたね。1、2、いや同銀かな。同銀で様子を伺う。ひねり飛車かな。3四飛車と回るか。あ、1、そういってあるんだ。3、取れないのこれ。5、6、7、わからん、取りたい。9、取っちゃった。間違えたかな。8六垂らされちゃうかな。やっぱりやっちゃった。2、3、4、5、いきなりやってしまいました。7、8、9、最悪だこれ。やっちゃった。めちゃくちゃ油断した。4七銀引いとくんだった。1、うわー失敗したな。3、4、5、6、すごい失敗したな。大丈夫かな。一気にゲームは壊れてしまった気がする。どっちか。1、2、3、これはちょっとね、より戻しましたね。6、7、8号飛車だとちょっと苦しかったと思いますね、今。飛車を縦に逃げられた方がね、嫌でしたね。1、2、3、うわ、何これ。何が起きている。6、歩使いの妙でいくか。同金で、1号歩ついて、これは金で取る一手ですね。これで1号歩とついて、同金の形にすることによって、1筋の飛車と金がね、重たい形になりますからね。3号金の勝負もあるけど、あ、あるんだ。やっぱりあるんだ、それ。2、3、うわぁ。4、怖いなぁ。6。まあ、ただ、飛車と銀の交換になったんでね。そこは、ちょっぴり嬉しいけれども。角どこに逃げるんだろう。5号かな。8。わかんなかった。5号角。3九銀打ってくるかな。1、まあ結局これは嫌なんですけどね。4、5、飛車取り金取り割り銀ってやつですね。割り銀のテクニック。8六垂れてるしな。まだまだ難しいですね。1、2、3、ちょっと優勢かと思ったけど、5、6、まだまだ難しい。どう飛車、相手玉への攻めも考えつつ受けも考えつつって感じですね。6四角上がりますね。6四角が銀取りとなる。左上に角を上がると4二の銀取りになるってことですね。
さあ、金を弾いてくる。弾きか。弾いてくるんだ。角を引きつつ歩を取ると。4五桂とか跳ねてくるのかな。嫌なんだけど。4五桂跳ねるかな。4五桂にならなきゃで対応しましょうか。1、2、だけども。3、だけどもだけど。5、うわぁ。何なんだ。わからん。今、桂馬を取ると、22の角でね、強者取れたんですね。この斜めのラインで。うわ。いや、冷静さを失ってます。冷静さを失っている。丁寧に行こう。急に丁寧に行く、糸新流。3なら桂成、同桂、3六が本命ですね。そこで、3八歩と受けると。丁寧に受けよう。これも一つのミスがね、致命傷になりますから。3七にと金作られてしまったらもう終わりですからね。丁寧に行かざるを得ない局面。これも同桂取ってしまうと香車を取られてしまうと。5五に角がいますからね。丁寧に行くと。この辺は丁寧に行かないとすぐ将棋が終わってしまうので。やりたい手はね、こちらたくさんあるんですよ。6八銀とかね。ついてきた。意外性のある手。3、4、5。なんだなんだ、取るしかないか。7、あ、取る。6四角とかもつけてくる。あ、違う。2、3。とにかく手を作ろうってことですかね。取るしかないな。ちょっと怖いな。何が起きているのかわからないので怖いです。角ぶつけてきた。やはり。2、3、4。うわぁ。6、7、8、9。わからなかった。丁寧に行きすぎている期待があります。1、か。2、3。なんだ。なんだろう。6。あ、両取りか、これ。これ両取りですね。3、2、飛車が、金取り、銀取りの両取りですね。どちらか取れそう。1。そして、角はまあ取らせちゃいけないので逃げますね。はい。金取り銀取りが残っていると。1、2、3、4。まあこれ4二飛車成とか3五飛車成でも勝ちなんですけど、7五角はちょっと嫌なんですよね。あ、単純な手うっかりした。なるほど。5、6、7、8。まか。今のうまい手でしたね、4四金。3五の金と4二の金両方受ける手はないと思ってたら、ありましたね、唯一。これで5三角か5角ね。うん、5三角に桂馬を跳ねていく手が一応気持ちいいかなって感じですね。こちらの桂を跳ねていく。6二角とすると、4二飛車成と銀が取れます。ですので、3一銀かな。あ、突き。2、3。なんだなんだ。5、6。うわ、わからん。荒らすか。これは次に5三桂成と角を取って同銀取ってきた場合に、はい、8に角打つ狙いだったんですけど、まあいいや、取るか。同銀で7四歩突いていく感じかな。ここで7四歩と突いていく感じでいきましょうか。あ、こっちの方がいいか。8に歩成の方がいいか。で、同玉で8三歩叩いて、同玉で8四歩みたいな感じでいきましょう。7六に桂馬がいますからね。角の隣に桂馬がいますので、この桂馬拠点に攻めていくと。8四歩が打てます。ホールが見えてきましたね、これで。8二玉と引いたときに、次の手は結構絶好ですね。7四歩とつきます。これがね、8六の角で、5三の銀の取りになってるんですね。うむうむ。あと一手一手がさせれば、6四桂かな。6四桂でいこう。詰めろではないかな。詰めろではないけど、まあ、ちっちゃい駒で大きい駒を取るっていうのはね、基本ですから。うわ、迷うな。迷っちゃうな。斜めに逃げる。だから、歩と香車を交換するとかね、桂馬と銀を交換するとか、そういうのは大体ね、いい手になるんですよね。辛くいくか。辛くいくか。7二桂成は普通ですけどね。
いや、5、6桂あるのか、一応。5、6桂ちょっと嫌だな。4、5。飛車を成っていく。相手玉は詰むのか詰まないのか、はっきりしてほしい。ちゃんと読んだ方がいいな、これは。あ、そうだ。2、3、4。粘り強いですね。6、7、8。丁寧に行こう。1、2、3、4、5。いやー、優勢なのは分かっているのだが、決め手に書いてますね。同玉で、どうしようかな。6、4、金とか。7、8、9。これで6、5の桂馬を狙っていきましょうか。いやー、勝つのは大変だ。5、6、7。丁寧に行こう。今日何回丁寧に行こうって言ってるか分かんないですね。さあ、1、2、3、4。まあ大きな駒狙ってきてるんですね、とにかく相手の方もね。大きな駒取られないように気をつけながら差し進めていきます。7、4、金が次に8三角と打ち込んでいくね。歩の頭に角を打ち込んでいく詰めろになっています。1、2、3、4、5、6、7、8。こうなっていく。じわじわ包囲網を作っていきます。1、2、3、4、5。かわしていく。相手玉の詰みがあったかもしれないけど、あ、勝ちになりました。無茶は別にしてないです、そんなに。はい。ありがとうございました。無茶をせず、丁寧に行こうって言ってましたので、ね。はい。本局は、まあ、横歩取りですね。これ、横歩取りだと3、4飛車なんですけど、5、8玉と上がりました。横歩取らずの作戦ですね。で、飛車を引いて、まあ、力戦になるんですよね、これは。で、相手の方は、左飛車っぽい感じですよね。この3五歩、2五歩取って、左飛車っぽい指し方。で、8六と垂らす手が引くかどうかっていうところがね、ポイントなんですよね。こういうところで8六と垂らしてしまうと、6六角は絶好で、はい。飛車が逃げた時に8八銀と受けることができると。いうことですね。6六角って出たではね、飛車に当たりますからね。で、銀を上がって、この辺でもう3六ついちゃった方が良かったかな。うん。いや、本は上手い手順でしたね、この歩が。いい引くべきだったな。うん。3筋の歩を交換したことに満足して、4七銀とね、左下に引くべきでしたね。取れると思って取っちゃったら垂らされて苦しくなりましたね。叩いて、角を出たんですけど、8号車ってね、こう、飛車を回ってきたんですけど、8号車と一つ上に上がってきたらね、まずかったかもしれないですね。銀取りと、8なら歩成りとね、2つ狙いがありますから、8号車、3六歩 ?8 なら歩成り、2四歩みたいな感じかな。まあ一気に負けって感じではないのかもしれないけど、ちょっと苦しかったかもしれません。で、飛車を逃げてきたので、はい、これで3号の銀が助かるようになっちゃったんですよね。叩いて、突いてと。同金となると、1、4の飛車と1、5の金とね、この2枚の駒が重たい形、金が移動すると、飛車が取られますし、飛車が移動すると金が取られるという状況になってしまうんで、まあもう仕方ないですね、銀を取ってきます。飛車と銀の交換に成功したんで、駒割りの面では大優勢なんですけど、相手の方はね、美濃囲いに囲ってるんですね。こちら中住まいっていうね、まあ中央に王様いる形なんで、その点が、まあ、相手の方はチャンスっていう感じですかね。で、ついて、角を逃げてと。で、銀を打って、これ割り銀ですね。これで守り駒なくなってしまったんで、怖い形ではありますね。で、ついて、でこの角上がった手が、斜めのね、この銀取りになりますね。
で金を受けてきたので、相手の持ち駒なくなったんでね、少し安心 しました。で桂馬を跳ねて、はい、この辺りは丁寧に指してますね。一つでも食い破られてしまうと、あの相手側の 玉兵が6一金7二銀5三金4二銀とね4枚で守ってますんで、攻め合いの展開負けてしまうんですね。ですからこの辺は丁寧に相手の攻めを潰していくっていう感じですね。攻め駒を攻めるみたいな感じです。垂らして手に対しても4五歩と桂馬を焦って取ってしまうと3七歩成がありますから、3八歩とがっちり受けて、で歩を打たれても角を引いてという感じで、まあ、相手の攻めのね攻め駒をまあ潰していくって感じですね、うん、でこの辺は丁寧に刺して、この金上がり手だったのはここですね。4二銀と3五金両方受けるって難しいと思ったら金上がりがありましたね。桂馬を打って桂馬跳ねてと、うん、でまあ角が取れたんでね、かなり優勢になったかと思います。そうか、いや3五歩に対して同銀がちょっとねもうミスでしたね。本局はひねり飛車みたいな感じの格好で、ちょっと珍しい形になりましたね。まあ、ちょっと序盤、中盤のあたりで難しかったですけど、最後はなんとかうまくまとめることができましたね。はい。本日もありがとうございました。また見てください。いとしん TV、チャンネル登録、お願いします。